はい、皆さんこんにちは、ちでございます。太鼓さんの吉綱さんですね、やっていきたいと思います。今の感じではですね、敵国は今川とここの、佐竹家、今川家と佐竹家が敵対してます。なのであとはまあね、あの味方が言ってくれると思うので、あとはまあ私がいろいろと外交もね含めて、この勇気家ね、勇気家を懐柔しようかなと思ってます。それでやっていきましょうかね。実はこれ知っとると、失敗しちゃってテイク2です。ノーパスで録画してるんですけど、電源コード刺さずに録画してたんですね。バッテリー切れちゃいました。いやいや、びっくりしちゃったね。じゃあやっていきましょうか。城戻ったら誰かいたかな。あったね、これね。でね、彼ら置いていきましょう。もうこれテイク2だからわかるんで、私がね、これ、あ、これじゃないわ。藤吉郎さんがね、出張って言ってるんですよ。なので、ちょっと遊騎場直接行って、入って、城に入って、あ、そっか、風邪ひいてんだと忘れてた。配信しましょう。馬蹄なんで、総人探で、ふんっていう感じなんですよ。多分もう一個のね、売ってはないんですけど、自分で作ることしかできないんですけど、もう一個競争剤があるんですよ。多分それだと思います。まあ、この人ではこれで多少上がったかもしれないんで、で本拠に帰還しましょうか。か、ちょっと買い物して帰りましょうか。せっかくだから。はい、足利で、ザ。あ、行ったでしょ、これね。攻め込みましたぞ、と。じゃあもう出ていきましょう。はい、本拠に帰還しましょうね。で、こっからですね、城に戻りましょう。殿お帰りなさいませ。おや、誰か来たなと。あ、順番が違うけど、この人来るんだ、やっぱり。私、この人ね、結城さんと面影が似てるんで、結城さん来ちゃったのって一瞬思ったんですけど、テイクワンでね。はい、と。んで、帰ってきました。で、妻と話しましょう。殿ご存知ですかと。そう、まあ、これ、種って読むんだっけ。行きましょうね。で、表情の間。で、人事昇進ね。はい、蒲生片秀さんが。はいと。で、指名伝達しましょうか。配下に病んでいる者がいると、まあ、とりあえずね、兵糧が少ないんですよね。まあ、軍備優先にしましょう。兵欲しいでね。一気にお金なくなったね。で、ちょっと、足軽大将の方に、兵糧購入してもらいましょう。あと、大筒購入だね。これもいるね。兵糧購入と、沼田さんは、大筒購入してもらおう。一応ね、前も言ったかもしれないけど、小田原城攻略は大筒で行こうと思います。ねえ。で、兵糧購入。兵糧が不少なすぎる。あなた、軍馬購入になって、もう軍馬いいわ。もう、馬いい、タラフカルでね。はい、で、危ない。これで今回攻めに行く人を4人選抜しないといけないので、私、軍学優勢になっちゃうんですよね。あ、テルトラさんいるわ。補修なんかいいわ、テルトラさんは。あ、高坂さんもいいんだ。もう、すごい。あれだわ。正幸さん、勘助さん。あ、勘兵衛さん、侍大将か。ちょっと出世させないといけませんね。あ、甘春さんも出世させたい。でも甘春さん、あんまり城では使えないんですよね。言っちゃ悪いけど。あ、雪高さんか。雪高さん。かっちゃんもダメだ。あー、山県さんもダメだな。この人連れてってみようか。はい。はいと。で、合戦しましょう。味方で、今戦闘中なので行きましょう。うっそあれ、テイクワンだったらいけたのに。あれもう送ってんのね。じゃあ、こっち攻める？ここ落としちゃおうか、佐竹さん。せっかくだから。落としちゃおうか。遠回りだね。これ、どう回っていくんだろう。こう行くのかな。それもなんだね。いやー、参った。落とせると思ったんだけど、
じゃあ仕方ないですね。ちょっと外交にやめましょう。じゃあね、上手指示。ああ、城を渡そうか。上手任命しちゃいましょうか。いや、もうテルトラさんね、テルトラさん渡そうかなと思うんですよ、城。ここは？ああ、木下東紀藤さんか。まず関東を固めることしないといけないので、ああ、宇佐美さんか。ああ、館林城か。ちょっとしょぼいけどね、兵糧5500貫しかないもんね。これじゃあうまいこといかないのは当たり前だわと。いろいろやりすぎちゃってる感があるね。そうだね。いや、もっと私内政で育てていかないといけないね。そうだね。仕方ないです。また例のごとく例のごとく育てていこうかな、城。館林城ね、12000貫の兵糧5000貫しかないのね。で、ここで、まあ、じゃあ内政しましょうか。思いっきり狂ったわ、予定が。いや、やっと今川落とせるかなと思ったのにね、ちょっと残念でした。ただ、まあね、もう力技で言ってもね、仕方がないので、仕方がないというか、ごめんなさい。可能なんですけど、力技で言ってても面白くないと思うんでね、ちょっとあれしていきたいと思います。まあ、外交というか、怪獣というかね、そういう方面でもやっていこうかなと思っています。なるべく私が手を下すまでもなく、あら、なんかおかしいや。なんかおかしいぞ。あ、こうか。危ない、危ない。そういう感じでやっていきたいなと、まあ、考えていますね。はい。はい、ちゃやかと。なんだか体の具合が悪いのと。じゃあ、出ていって。でまあ、家すぐそこなんですが、あ、まあ、本拠帰ってみましょうか。はい、大友家の船井城に義虎軍団が、おお、義弘軍団が、おお、伊達家の実元さんが、南部家、さあ、武家帰ってきてますかね。はい、おお、朝比奈さんいた、あ、そうだ、私の、あ、そうだ、テイクワンで朝比奈さんいたんですけど、私の思ってる朝比奈さんはこの人なんですよね。別の朝比奈さんでした。あ、畠山龍だ、この人はね、送ってもダメなので、手合わせかな。あ、師匠、お体にお触り、あ、触りますよ。言ってくれんだ。じゃあね、ちょっとね、お茶だけしましょうか。あー、そっか、この人喜ばないんだ。じゃあ、いっぱい帰ろうか。はい、お帰りなさいませ、と。締めを売られた方が、はい、どこまでもと。休憩しましょう。一晩だけね。で、総人ターン。はい、おはようございますと。じゃあ、表情行きましょうか。帰ってる人、あ、そう、一体ダメだ。先こっち行かないとね、みんな出ちゃうから。で、一発、殴っときましょう。殴んないとね、仲良くなれない人もいるもんね。私は、傷薬をね。ね、でも突っ込んでブスッと。はい、お見事、師匠にはかないませんのなと。師匠、尊敬と感謝の印にこの鎖釜をお納めくださいと。おお、かたじけないと。お、いい人だね。あ、岡部さんだね、今度はね。大友、よくいらっしゃいました贈り物。この人もあんま上がらなかったような気がするね。おおと言ってくれてますが、ね、あ、いや、上がったわ。上がったね。いや、朝比奈さん、あなたに印鑑状授けよう。なんとと。はい、印鑑状授けました。いや、いい人だからね。さあ、じゃあね、お城に帰って、報告ね。あ、片井さん、もう帰ってきた。でも1240人か、よかったのかな。妻と話しましょう。まだ表情行っても、ダメだよね。あ、追放。誰を解雇するのか。いやいや。
あ、でも結構いるね。あ、そうだ、テルトラさんいたんだ。でも結局仕方がないので、金稼いできてください。ねえ。じゃあ私は引き続き、ゆうきさんの会場行こっか。もういい加減治ってるでしょ。その前に部下を懐柔しておきましょう。あ、不在か。はい、ほう、畠山殿ではございませんかと。お茶しましょうか。喜んでくれますけど、殴れますか。かっちゃんが坂本城から票を引きました。手合わせね。お、申し訳ありませんが、足らないんだね。はい、その後のもの止まれと。実はね、もう外交結構いいんで、新鮮ね。で、3000ぐらいでいいかな。あ、手持ちのお金が少なすぎる。あ、ジョラにも程があるかような戯れは勘弁願いたいものでございます。怒らしちゃったね。すみません。じゃあね、贈り物で許してもらおう。あ、この人の好みわかんないのか。ああ。じゃあ、お茶室帰ろう。おお、これはと。本当かい？今いい感じですけど、どれぐらいのとか見に行きましょうか。はい、お、言い方変わりましたね。おお、こんなに来たのか。じゃ一発殴っとこう。何もしないでね、手ぶらで帰るっていうのはなんかちょっとまずいから、一発殴っときましょうね。で、こうかな。この人そんな強い人じゃないように思うんで。難しいね。お、そうきたか。じゃあビーム打っときましょうか。全体攻撃ね、あるんですけど、たまにね、一撃でやりきれない時あるんですよね。その時殴られちゃうんでね。はいよ、お見事と。お、金市場、吉弘さん、落としました。お、早期滅亡。拾いに行かないといけないね。どこ？ちょっとどこ？まず、あ、お金稼ごうか。まずね、じゃあね、足利行って、おや、あれは行き倒れかと、その武家様。あ、これはね、診察です。診察ですね、バテに聞くので。あ、ダメだ。診察してもこうなるんだ。ここなら人目をはばかることもございませんのな。ささ、お礼をお渡しいたしますぞと。ふふ、かかったな、畠山殿。こんな変装も見破れぬとは、少々お祝いちょうだい。あ、これでもあるんだ。初めてです。診察してこうなるの。水をあげたらこうなるのは知ってたんですけど。さあ、忍者ですね。さあ、やっつけきれるかな。相手さん逃げるでしょうから。こうかな。お、避けられちった。ですけど、もう、霞で行っちゃいましょう。はい、さあ、これは霞と。で、封じて、今度お尻からね。あ、ごめんなさい、変なスイッチ押しちゃったかな。大丈夫だよね。こうだね。まあ、お尻行かなくてもいいんですけどね。あ、やっつけちゃったね。いや、診察でも襲われるんだ。結構やったんですけど、初めてです。覚えたわけ。拙者に恥をかかせて、長い試合やつはおらんぞと。なるほどね。民家いませんよ、ね。あ、いる？あ、電気坊さんか。電気坊さんダメだね。じゃあ、買いましょうか。どう、あか、あかねさんあるわ。あ、66しか買えない。残念。じゃあ、やっぱいいよって買いまし、よって帰り買い行きましょう。うん、下回んないや。購入ね。あ、キートがありますね。もうね、全然買い物してないんで、あ、お金がないんだ。全然買い物してないんで、あ、ろうそく持ってたのか。しまった。持ってるとは思ってなかった。あ、ただこれ使ったらあかねさんいっぱい買えたんだ。もったいなかったね。それでも4000巻か。ちょっと1から稼ぎましょうか。え？あ、買ってたの？いや、違うね。なん、あ、お金がないのか、今、私。そういうことか。うん、了解です。というわけでね、ちょっとお時間が良くなりましたんで、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。